スピードが落ちたところの交差点、ここんとこがね、この車いつもねグラグラしちゃって嫌なんだよな。おまけにトルクが倍ですから、だから加速力もすごいし、その辺のところが一番違います。で、加速してる時も静かですよね。ほら2秒ぐらいかな、遅れて反応してブーンってエンジンがうなって、で、あ、なんか加速しすぎっていうところでアクセルを戻すとうーんってなっちゃうっていう、このウィンウィンウィンがすごく安っぽい。まあ仕方がないっちゃ仕方がないですよね。やっぱり低重心なんですね。床下にずらーっと電池があることによって、剛性も上がって、それからコーナリング性能も、それからブレーキ性能も上がる、いいことだらけなんです。ほら元取れんじゃないかな。こんにちは皆さん、ピストン西田が自分のルークスで、まだ来てないんですけれども、私が楽しみにしている自分で購入したサクラ。サクラはね、テストコースで結構スピード出して乗れているので、135、7、9、そのイメージと自分の車をちょっと比べてみようと思います。ルークスすごいいい車なんですけれども、やっぱりサクラ乗っちゃうとどうしても我慢ができなくて買い替えちゃうわけですが、何が違うかというと、一番はやっぱり加速性能。ほら、どうしても前の車に置いてかれるなと思うと、アクセル床まで踏み込むと CVT が1秒以上、ほら2秒ぐらいかな、遅れて反応してブーンってエンジンがうなって、で、あ、なんか加速しすぎっていうところでアクセルを戻すとうーんってなっちゃうっていう、このウィンウィンウィンがすごく安っぽい。まあ仕方がないっちゃ仕方がないですよね。で、そこのところがあのモーターでギアもないサクラは非常に、おまけにトルクが倍ですから、だから加速力もすごいし、その辺のところが一番違います。で、加速してる時も静かですよね。40キロから50キロぐらいの間で普通に走ってる分にはまず感じるのが音の静か、うん、桜静かですね。桜で100キロ出してる時の雰囲気見てください。こっからですね、フル加速で何キロまで行くか、はい、最大モーターは47キロワットワーは出してます。はい、これが100キロですね。はい、100キロ全然ボディしっかりしてて全然何の問題もないです。まず安定してますよね。その安定してるものっていうのがどこにあるかっていうと、やっぱり低重心なんですね。床下にずらーっと電池があることによって、剛性も上がって、それからコーナリング性能も、それからブレーキ性能も上がる、いいことだらけなんです。結構重いんですよ。ルークスの車重はこれ、サクラはこんな感じなんですけど、それを払拭して余りあるトルクというのがモーターの方にあります。あとね、エンジンと CVT っていうところでいくと、スピードが落ちたところの交差点、ここんとこがね、この車いつもねグラグラしちゃって嫌なんだよな。今ちょっと曲がりましょう。こうやって周りを見ながら、こういうところが配達の車っぽいんです。やっぱり静かなんですけれども、軽自動車の中ではそこら辺ところサクラでやってみると、左カーブです。ハンドルを切っていくとスーッと、本当だ、さっきピストンさんおっしゃったみたいに右前が非常にいい仕事して、内側も伸びきらないですね。ちゃんと追従している感じがあります、ね、でもちゃんと減ってて、はい、うん、曲がりやすくなってるですね、うん、絶妙なサスセッティングっていうのがちょっと感じられます、うん、ほら、サクラいいですね。低重心がね、まっすぐや止まる時だけじゃなくてコーナリングでもすごい生きてて、コーナリングしてる時のサスペンションの動き、これがねすごく体に伝わってきて気持ちいいんです。右に左に曲がって鋭角にスパイラルバンク、今度また右、残念ながらルークスだと上が大きくて重くてグラグラ感は否めないんですよね。そこの辺のところはすごく違いを感じるところです。
あとランニングコストなんですけれども、西沢はあんまり燃費が良くないです。平均燃費12キロで今、レギュラーガソリン170円都内だと、それぐらい見といて、だいたい月に仮に600キロでこの170円で燃費12キロするとこういう計算になります。で、サクラで自分の家で充電しないで日産の販売店や外で充電できるようなゼスプ3っていうサブスクを買うとですね、金額的にはこうなります。で、車の値段の差額がこうでしょ。だけれども補助金とか入れるとこういう金額で、で、例えばこのルークスを100万円でビッグモーターで買ってくれるとしたら、ほら元取れんじゃないかな。おまけに最終的に西澤はですね V2H これを、ね、やろうと思っているので、そうすると補助金ももっと出るし電気代が安くなりますよね。ソーラー発電とかあるから。西澤の EV ライフいよいよ始まります。逐一ご紹介レポートしていくんで、ぜひともですね高評価、それからあとチャンネルの登録お願いいたします。